阪神和田豊二軍監督。中川の活躍はコーチ陣も見てくれている。豪快な一発を放った中川隼人和田二軍監督はこれはもう中川の大仕事と称賛。代打でもいけるなっていうのを見せてくれた。きっと上のコーチ陣も見てくれていると思うので、中川にとっても良い一発だったと思うよ。さらに力はあるバッターなんでね。追い込まれると逆方向にも打てる。打つことに関しては非常に良いものを持っている。ポジション柄、キャッチャーっていうところで、守備をもっともっと磨いてね。打てるキャッチャーとして認められるように成長していってほしいねと期待を寄せた。他人事で草。上に推薦するのがこいつの仕事ちゃうんか。守備をもっと磨いてと言われる当たり打撃に比べて守備が低すぎなんやろな。二軍のキャッチャーだしそんなもんだろ。梅野坂本長坂は二軍でも中川ほど打てないやろ。プロ野球の一軍二軍の昇格降格システム、誰も理解できていない説。ドン様が強すぎてスパイスごときじゃ何も進言できんのやろ。言うてスパイスが逆方向に打てるというなら割と打撃いけるんとちゃうか。むしろで初めは守備褒められてなかったか。 DH でもええからもうちょい試合に出せんかね。来季は第二次スパイス政権やな。中川の最大の弱点は一軍経験のなさだからね。一軍昇格より高いハードルを一軍昇格の条件にされても。二軍の試合は見てないんだけど中川の守備の課題ってどこ？今の上のコーチ陣は機嫌悪い岡田に気使うの精一杯で下の選手見る余裕なさそう。ご視聴ありがとうございました。